アレクセイ・ゴルデービチエ両面子は、ソビエト連邦の政治将校、第二次世界大戦中、赤軍第220狙撃兵連隊で下級政治委員を務めた。1942年に撮影された両面子とされる写真は、大隊長と題され、第二次世界大戦における有名なプロパガンダ写真の一つとなった。1906年3月31日、 ロシア帝国エカテギノスラフ県テルスヤンカ村にて、ウクライナ人の大家族のもとに生を受ける。14歳になると両親を助けるために、鉄道や工場で働き、その後はザポリージャのコルホーズでも働いた。またコムソモールの団長でもあり、後には、統治区委員、コルホーズの職長などを務めた。大祖国戦争が始まると、エリオメンコは、召集を待たず、自主的に、 政治委員として赤軍に志願した。当初は、第247狙撃兵士団で戦い、その後第18軍令下の、第4狙撃兵士団、第220狙撃兵連隊に移った。第285狙撃兵士団のバシリー、セバスティアノビチベレズプチャク中佐によれば、エリオメンコは交代してきた部隊を再集結させて、ドイツ軍残護への攻撃を指揮しており、 その混乱の最中に戦死したとされる。この際、写真の撮影などは一切行われなかったという。一方、第220連隊に所属する政治委員の一人だったアレクサンドル・マトベイビチ、マカルフ調査によれば、エリョメンコは負傷した中隊長、ペトレンコ中尉に代わって指揮をとっている最中に戦死したという。従軍カメラマンのマックス・アリーペルトは戦闘の最中、 指揮官を撮影しようと試みたものの、すでにカメラが破損していて、うまく構えられず、また激しい銃火の中では彼自身も残豪の中に伏せなければならなかった。戦闘が収まった後にカメラを改めていると、周囲の兵士らが大隊長を戦死と叫んでいるのが聞こえてきた。彼は、自らが撮影した指揮官がその大隊長だったと考え、この写真を、 大隊長と大使発表したのである。マカロフは、アリペルト死去後の1987年になってから、この大隊長こそ、ペトレンコ中尉の代わり式を取っていたエリオメンコだと、語った。いずれにせよ、エリオメンコは1942年夏のホロシエ村を巡る戦いで戦死した。彼は、その他の戦死者と共に、村の近くの集団墓地に埋葬された。最終階級は、 下級政治委員アリペルト自身は、自らが写真に収めた大隊長が誰だったのか、最後まで判別できなかった。コムソモリスカヤ・プラウダが網の記者と、ウクライナ・ルハーン宿州の青年組織のメンバーは、大隊長の特定に向けた調査を開始し、また、大隊長の身元に関する情報を求める新聞広告も掲載した。1974年、 新聞広告を見たエリョーメンコの母と息子が、アリペルトにあてて、大隊長は、エリョーメンコとよく似ているという手紙を書いた。1943年にエリョーメンコの妻、エブドキアに届けられた、戦死通知には、1942年1月14日、行方不明とあったため、当初アリペルトはこれに回帰的であった。しかし、エブドキアから提供されたエリョーメンコの写真と、 大隊長を比較するとよく似ており、同一人物である可能性が非常に高いとされた。また先日の通り、1987年には、エリオメンコと同じ第220連隊に所属していた、マカルフ少佐が、大隊長がエリオメンコであったことを明かしている。写真、大隊長は、大祖国戦争のシンボルの一つとなった。2000年に発行された戦勝55周年記念1 ルーブル効果1995年に発行された戦勝50周年記念後ルーブル効果では大隊長が図柄として採用されている。また2000年に発行された戦勝55周年記念10ルーブル効果でも採用された。エリオメンコが戦死した場所からほど近い高台には大隊長をモチーフとしたモニュメントが設置された。これはルハーンシク出身の彫刻家。 一番ミハイロビチ注幕や地元団体の協力によって作られたものであり、大理石の台座には1941年から1945年にかけての大祖国戦争におけるソ連邦軍政治委員の英雄的医療に転移を表して1941から1945と刻まれている。絵メンコ没後70周年にあたる2012年7月12日。 このモニュメントは高台から下ろされ、そのふもとのかつて戦場だった地区に移された。ザポリージャの戦勝記念碑ザポリージャに設置された戦勝記念碑も写真、大隊長をモチーフとしたものである。2012年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月25日閲覧。ロシア語のコンバットは大隊長を略した語で、赤軍では 職名の他詳細や中佐に相当する階級故障の一つとしても使われた ABCDEF2012 年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月25日閲覧2012年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年7月6日閲覧ぜ 2012年10月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年3月22日閲覧。ABC。2014年3月12日閲覧。税4。2012年9月27日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年6月26日閲覧。税054324。1952。 2012年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月26日閲覧 FI 2012年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年6月25日閲覧1995税2013年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年4月13日閲覧 55-2000税2013年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年4月13日閲覧2012年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年3月22日閲覧ありがとうございます